Peter How TWA。お疲れ、真島ちゃん。そうよ、はあ、ちょっとの間、蒼天堀からお前の姿が消えたって報告があってな、心配したんだぜ。てっきり誰かに殺されて川に沈められたんじゃねえかってな。留置場の西谷に会いに行っとったんや。へえ、わざわざ留置所にまで足を運ぶなんて仕事熱心じゃない。蒼天堀はお前の庭じゃねえんだよ、檻なんだよ、檻。ホテルでさえ出かけるときにはフロントに一声かかるよな。檻の中のお前が何黙って出てんだよ、なあ、なあ。でよ、そんなに急いでどこ行くつもりだったんだ。もちろんあんたに報告しに来とくや。だよな、よかった。こんな場所でお前殺してる、かわいそうじゃん、掃除のおばちゃんがよ。で、西谷に会ったってことは聞き出せたんだよな、牧村誠の居場所。ああ、せやけど誠を奪っていった白いスーツの男は西谷とは関係あらへんかった。誠を奪ったのは日教連のセラっちゅうやつや。日教連、大門は隠しとるが、東条会の直系組織。東条会、島野の兄弟と同じ。西谷を雇ったのも東条会や、堂島組の人間やった。じゃあ東条会の勢力が三つも牧村誠を狙ってるってことか。この情報全部留置場で西谷に吐かせたのか。せえ、西谷相手に上出来だな。奴からここまで聞き出すには相当えぐい拷問でもしたんだろ。え、どんなことしたんだよ。いろいろや。うん、で、東条会からモテモテの誠ちゃんは今どこにいるんだ。椿園の中の弁天やってる予定や。そこに日教連がアジト構えとるらしい。椿園ね、ふん。日教連って連中も目の付けどころがオツじゃないの。どういう意味や。そりゃお前、牧村誠みてえな女の子が泣いて歩いてても違和感ねえからな、椿園は。あ、行ってみりゃ分かるって。それじゃあ早速行くとするか。ねえ、なんや、あんたも行くんか。犬を一人で散歩に行かせる飼い主がいるか。いねえだろ。お前が蒼天堀から出るときや俺も一緒なの、分かった。それじゃあ椿園に行くぞ。連中も警戒してるはずだ。半端な覚悟じゃ帰り討ちに遭うかもしれねえ。準備は大丈夫か。大丈夫や。早いとこ案内してくれ。はあ、やる気じゃねえか。今度こそ俺を失望させないでくれよ、真島ちゃん。よし、出発だ。
2024。母さん、俺たちはお目当ての子がいるんだ。せっしゃな、どこ行きはんの。聞いてみよう、すぐ弁天屋。あそこに誠が。西谷の話が正しければそういうことになるな。待っとれよ、誠。どっちから行く？まどろっこしいのはよそうぜ。俺は左、真島ちゃんは右、二手に分かれて女探すぞ。佐賀藩一人で大丈夫なんか？心配すんなよ。見つけたら容赦なく殺すだけだろ。日教連だろうが世良だろうが牧村誠だろうが。せいぜい玉切れにならんようにな。マジマ五郎さんですね。桂林王。せやったらなんやねん。セラの親父はあなたを殺さずにことを収めたいと思っています。東条会の情けをかけられてるうちにこの件から身を引いてください。大門隠してこそこそうろつくような男に情けかけられる覚えなんかないで。聞く耳を持ってください。これ以上奥へ進もうとすれば生きて返すことはできません。ほう、そりゃよっぽど大事なもんを奥に隠しとるんやな。ますます行くしかないやろ。どうしても引く気はないってことでいいんですね。当たり前やろが。くどくど言っとらんで誠返すか俺に殴られるか決めんかい。どちらもお断りします。手加減は無用だ。日教連の恐ろしさを身をもって知らせてやれ。やれ。誠を創生。你也逃光光。哇，从水里跳出来呢。
谁他妈乱丢啊你呀！你他妈又乱丢啊你呀！你妈被人家揍过呢哦！ 啊，超光红！这边有叫连点的，点很多。 啊，连点！ 变美女了。 单挑是吧？
와사난 真岛吾朗100人击破，真岛军士气上升，日霞联军士气低下。啊，美女。哦，大哥你很能打啊。哇，大哥。哪一只手打我的啊？哈，恭维哀告，干！被弄。セラ日教連を相手にここまでたどり着くとはさすが島の組で鳴らした男だ。誠は牧村誠はどこや。彼女は先ほどある人間に託されここを出た。な何やって。ある人間って誰やねん。そう焦るな。それは花からお前に伝えるつもりだ。は？信用しろ。俺はお前の敵じゃない。せやったら組員を襲わせたのは何で。手荒な真似をして悪かった。兄さんの中にいる。しかしお前の覚悟を知っておきたくて。覚悟や。知っての通り日教連以外にも牧村誠を狙っている組織だ。好想吐窝。そのほとんどが俺の予想の範疇だったが、一つだけ思いもよらぬ展開になった。脱去他衣。それがマジマ、お前の存在だ。三年前、忽然と島の組から消えた組員はなぜ今蒼天堀にいるのか。そしてなぜ牧村誠に関わっているのか。近江連合の佐川に弱みを握られてお前が動いたことは想像がついた。だがここからがわからない。なぜ佐川を裏切って牧村誠を助けようとしたのか。彼女の価値を知ってそれを独占しようとしたのか。俺は誠の価値なんか。そうお前は知らない。じゃあなぜ危険を冒してまでここにたどり着いた。あの女に惚れたってことが。まさかな。お前が俺の何を知っとんねん。俺が人助けたらあかんのか。そうカッカするな。何であれ彼女を助けたい一心なのは分かった。お前の気持ちを踏みにじる気はない。だが今は東上界の未来を左右する重要な事態だ。すでに多くの血も流れてる。もしも生半可なヒーロー気取りで首を突っ込んでるなら受け入れがたい。
お前の覚悟を知っておく必要があってな。随分物騒なやり方やな。で、確かめた結果はどないやねん。俺は慎重派でね。結論を出すにはやはり自分の手で確かめないと気が済まないんだ。マジマ、もしも命を懸けて牧村誠を守る覚悟があるなら俺を倒してみろ。そしたら誠の行方を教えてくれるんやな。ああ、二言はない。あんたのやり方に従うんは尺やが、俺も手っ取り早いんは言葉より拳や。ええやろ、やったるわ。お前の覚悟を見せてもらおう。せれ说了那么多还不是要打你。哎哎！打到屁屁啊！左三拳，右三拳，脖子扭扭，屁股扭扭。啊，四两三。どうや？満足か？お前の牧村誠への覚悟は痛いほど伝わった。ほなさっさと言え、誠は誰の手に渡ってんや。不動産会社の人間だ。不動産会社？なんで不動産屋が？本人も知らないところで牧村誠は土地の所有者になっていたんだ。その一坪で10億と言われる空の一坪のな。一坪10億？そんな土地どこにあるんや。お前のよく知った町だ、カムロ町。誠はカムロ町に連れてかれたんか。ああ、今空の一坪を誰が手に入れるかで登場界が大きく揺れている。土地の10億なんてな目先の金に過ぎない。空の一坪はカムロ町の再開発に絡んで莫大な金と権力をもたらす鍵なんだ。それで極道が非力な女から力ずくで土地取り上げようとしてるっちゅうことか。ちょっと留守にしてる間に登場会も落ちたもんやな。信用してくれ、俺は決して彼女に危害を加えていない。お前がそうやったとしても他の連中が誠を奪いに来るやろ。現に車ごと爆破される寸前やったんやで。せやのに不動産屋に渡してやと。誠を奪ってくれ言うてるようなもんやないか。普通の不動産屋とはわけが違う。彼らの手に守られているうちは安全だ。不
動産屋ごときに誠が守れるわけないやろが。その不動産屋の名前と行き先を教えんかい。教えてどうする。カムロ町へ行くに決まっとるやろ。それがますます彼女の命を危険にさらすことになるとしてもか。どういうことや。カムロ町に向かうのはお前一人じゃ済まないだろう。佐川か。やつは必ず牧村誠を殺そうとするだろう。お前がカムロ町に来るということは危険を持ち込むことになる。嵐彼女を思うなら蒼天堀にとどまり佐川を食い止めることが最良なんじゃないのか。不動産屋が絶対に誠を守れる保証はあんのか。な、何や。もしも俺を信用できないんならその銃で俺を撃ち殺せ。不動産屋の名刺は胸のポケットに入ってる。死体から取って持ってけ。俺はお前を信用して話した。あとはお前が俺を信用するかどうかだ。誠にかすり傷一つ負わせたら承知せえへんぞ。命がけで守る。お前は蒼天堀にとどまり佐川を。めちゃダッスラこの泥棒猫が。ナイス連携プレーだぜ真面目ちゃん。俺に撃たせるためにこいつを丸腰にしてくれたんだろ。こいつか。牧村誠を託された不動産屋って。ほら喜べよ。知りたかったんだろ。立花不動産桐生一馬。こうなりゃ檻から出るんじゃねえな真島ちゃん。蒼天堀の檻からお前を出してやるって言ってんだよ。行きたいだろ神室町。ええんか。だってよ神室町行って牧村誠を探すしかねえじゃねえか。こうならよ地獄の果てまでもあの女追いかけて殺すぞ。俺とお前でな。突破第十二章欲望的巢穴。堂島組幹部阿波野の包囲網はついに桐生を神室町に追い詰めるが、立花の決死の覚悟が堂島組の一瞬の隙をついた。やがて空の一坪をめぐる熾烈な争奪戦はついに東日本の裏社会を牛耳る東条会本家をも巻き込んでいく。目まぐるしく書き換わる極道たちの勢力図が新たな局面を迎える中、桐生は
事件の鍵となる空の一壺の所有者の名を明かされた。その人物の名は牧村誠。蒼天堀にいるという彼女をカムロ町に無事連れ出すことが、桐生や立花にとって堂島組に対抗しうる唯一の手段だった。プンプンプン。罪罚。我们离破关剩没多远，很快支线破完之后，这游戏就只剩下一点点。こいつか、牧村誠を託された不動産屋って。ほら、喜べよ。知りたかったんだろ。立花不動産、桐生一馬。倒叙法，どうも落ち着かねえな。旁边那个小女生像是，就我平常在路上遇到的粉丝哎，感觉很像哎。你这是哪里来的？对呀，这是不用讲，无所谓。蒼天堀にいたことが。カムロ町に来る前は俺も立花社長もこの町にいた。ほんの1年半くらい前のことだ。その頃の俺らはマフィアと名乗っちゃいたけど、ほんの 4,5 人の所帯でね。ただ社長はその頃から近江のヤクザにさえ一目置かれてた。で、俺は社長の腰巾着だったわけ。立花が腕なくしたのはその頃の話か。まあね。当時組んでたやつが今正副町にしてちょっといかがわしいビデオショップやっててな。キャルって名前の店だ。お前先に一人でそこに行っててくれるか。話は全部通ってる。俺はその前にちょっと寄るとこがあるんでね。寄るとこ。この町の今の様子を知っておきたい。蒼天堀で動いてたうちの人間と情報交換してくる。渋沢組と近江連合の動きも少しはわかるかもな。そうか。お前にはビデオ屋でセラって男からの電話を受けてほしいんだ。そいつが今例の牧村誠をかくまっててね。電話で彼女を引き渡す段取りを伝えてくる。セラってのも立花不動産のもんか。いや、登場会の人間だ。日教連って組織のな。日教連、聞いたことねえな。俺もよくは知らねえが、そのセラって男は風間の親分さんと通じているらしい。うちの社長が掴んだ情報をもとに蒼天堀で牧村誠の行方を探してたんだ。なるほどな。で、要するにあんたが街をぶらついてる間、俺は電話番ってわけか。そういうこと。じゃ、また後でな。新前往录影带店。而且还可以直接去那个地下斗技场玩的，没什么事情可以做就是了。请问童声哥比较喜欢亚天使的妈妈桑还是情色王？我喜欢白石茉莉奈。龙虎饭店，对呀，神之店的店主说过，龙虎饭店在苍天窟又要总店的样子，进去看看。大家好。
不好意思，我看招牌写饭店。哎呀，我们家老板刚好出门办事，做饭去。请别再来哦。我不是要吃饭，是对招牌有点兴趣。我是东京来的，这家店该不会……你东京来晚的吗？不用特意到餐厅过来吃中国菜，吃章鱼烧就好了。怎么大家都不听我讲话？店开在那么狭小阴暗的地方，您居然知道？店的客人，店主还好吗？那个人碰到手艺很好，可是五句下单叫卖不太行。啊，塑料嘴了，没什么了。我在经手五句啊，不用担心，没关系。哎呀，刚刚老板娘的头真是超快，就抖了一下，又吓我。点乱，想要以防万一，能不能在这家店找到什么备用五句？嗨，忙不完，和你妈做出你要五句的事。购买五句卖出五句，说五句再给您使用吧。在这边也可以购买修理了。哎，老板娘，不好意思。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。太太，你这边有卖什么？你这边卖的跟我们这个苍天姑卖的东西，跟我们东京卖的东西好像一样。太太，抱歉，就这样吧。太太。ありがとうございました。ありがとうございました。谢谢太太。噔噔噔噔。好的。哇，这里没有记录点，我去这里记录。今天差不多啦。气流卡住嘛，在苍天窟跑步。干你老师，我他妈就是想要看到五 G 那边他怎么一直这样跳，烦死了。进去鼓浪岛啊、可以耶，我可以看鼓浪岛耶，怎么会鼓浪岛、真不得了，那个我都这样进家了。小哥，你到鼓浪岛有什么事吗？没有，好像没开店嘛，不好意思嘞。呀，你要等那么久，虽然遗憾也是要算了。我想要进去鼓浪岛里面看看。好的，玩爽了啊！今天呢就到这边。明天如果有空再慢慢破吧，周末也稍微有点事。就先这样，感谢各位今天收看，再见。